ブル中野選手の全場イズム伝授7番勝負、今日は第3戦ですが、相手は長谷川早紀江選手なんですが、今日の試合に関してはどうでしょう。そうですね、長谷川獄門と出てから、一人立ちして、やってきて、久しぶりに当たるんで、いろいろ楽しみなんですけども、やっぱ恩返ししてもらいたいし、それにやっぱりブル中野伝授っていうぐらいだから伝授したいと思います。伝授、最近の長谷川選手についてはどんな印象を持ってますか。怪我が多いんで、まだ万全じゃないと思うんですけども、でも気持ちは本当人一倍すごいものを持っていると思うから、今日はそれを出せればいいと思います。この第1戦第2戦ではバット選手、渡辺選手という同じ平成元年の同期2人を相手にしたんですが、その2戦に関してはどんな印象を持ってますでしょう。そうですね、一応7番勝負だっていう意識がすごいあって試合したもんだから、バット吉永に関しては強いものがあるなと思ったし、渡辺に関しては、まだまだのところもあるけども、やっぱ一生懸命やってきた、と思うんで、やっぱこの試合、今自分のタイトルとかやってないし、この試合結構すごい楽しみにしてこの試合かけてるんで、7番勝負絶対最後までにはもう面白かったってみんなに思わせるようにしたいです。今日の一戦に関しては特に長谷川選手にはこんなことを伝えたい、こんな戦いを教えたいという、その辺の点はどうでしょうか。それもないですよね。だから僕も出てからの長谷川のやってきたものを全部自分にぶつけてくれればいいと思ってます。それでは王道ブル中野選手の今日の伝授第3戦期待しております。お願いします。はい、ブル中野選手のですね、全場イズム伝授7番勝負第3戦に出場する長谷川早紀江選手ですが、ブル選手とはどうですか。シングルでやるのは久しぶりでしょうか。本当に久しぶり、何年ぶりだろうなみたいな、それほど久しぶりなんで、どこまで自分が通用するかわからないんですけど、もう何も考えずに今までやってきたことをすべて出します。第1戦第2戦バット吉永選手で渡辺智子選手やりまして、同期やりました、その試合を見て何か感じたことありますか。いや、渡辺選手の方が見れなかったんですけど、バットはあれだけもう中野さんにガンガン言ってたのを目の前で見てたんで、もうあれ以上にやんないとっていう気持ちはあるんで、頑張ります。ブル選手のどんなところをこう見習いたいというか、今日の試合でどんなことを教えてもらいたいかなという、そういう気持ちありますか。いや、やっぱりそれやった後に気がつくと思うんで、もう本当に今はもう頑張りますの一言ですか。もうやるしかないんで、では、期待しております。頑張ってください。やったー！
はい、全獣イズム伝授7番勝負第3戦を終えましたが、ブル中野選手、はい、今日の試合ざっと振り返ってどんな印象でしょう。ざっと振り返って暑かったです。大宮スケセンターいつも暑いから、もうスタミナがやっぱ、はい、長谷川若いですからね、すごいありましたから、あっちのスピードにやっぱ飲まれちゃったなっていうところありますけど、あの極元出てから久々だったんで、でも当たってみて、あの本当出てよかったなっていうか、あの本当長谷川らしいプロレスやってると思うし、で今日ヌンチャクとか使ったんだけど、あの伝承イズム伝授するのと同時に、また極門島での自分のプロレス、いつも普段やってるプロレスをあの長谷川にぶつけたかったんで、 あえてヌンチャク使ったんですけど、でも、長谷川選手も先制のソバットとかですね、右腕脇固めとかいろいろいつになく先に攻めてたと思うんですけれども、彼女の気持ちというのはどうでしたか。ブル選手に伝わってきたところありましたか。はい、普段だったらあのギロチン一発目出したときにすかされることなく、あそこでもうホールだろうって自分で思ったんだけど、今日は本当気合入ってたし、あっちもあのいつも以上にすごい、やっぱソバットとかいつも胸とか当たるんだけども、今日本当顔だったんで、本当負けようかと思いました。何連発来ましたもん ね、 今日はね、やっぱ、うん、姉ぐらい普段もいつもやってほしいですね。では最後に長谷川咲選手に、これから彼女に何か一つメッセージをお願いします。はい、やっぱ今の自分に絶対満足しないで欲しいっていうのと、あと今のうちにやっぱもっと辛いこととか、あの苦しいことを自分からやってほしいですね。どうもお疲れ様でした。